これが天界への入り口か。言い伝えによると、何代か前の大天使様が魔界との交流を断つために建造させたそうです。だから天界の住人じゃないとこの門は開けられないんです。天使だけ自由に出入りできるなんて、なんか不公平だね。じゃあ、開けますよ。用意はいいですか？待っていましたよ、皆さん。あ、中ボスさん。お前、さっき天界の住人しか門を開けられないとか抜かしてなかったか？おかしいですね。私以外の悪魔がこの門をくぐるのは数千年ぶりのことですね。お前の正体が分かったぞ。さては大天使に雇われた悪の手先だな。ブブー、ハズレです。分かったわ、あなた実は天使なんでしょう。ブブ、それも外れです。皆さん勘違いしているようですね。私は見ての通り、通りすがりのビューティー男爵ですよ。ふん、このビューティー男爵が天界で何をしているのだ。あなたたちの成長ぶりを確かめに来たのです。何？この先あなたたちを待ち受けている戦いは、これまでのない過酷なものとなるでしょう。あなたたちが本当に最後まで戦い抜けるか、この目で見極めたいと思いましてね。そんなことをして何の得がある？お前の目的は何だ？おしゃべりの時間は終わりです。さあ、見せてもらいましょうか。
見事なチームワークです。よくぞここまで成長しましたね。お、いつもの情けない言い訳はないのか。悪魔と天使と人間、今の彼らはお互いを知ろうともせず、善や悪といった言葉だけで区別しています。それはとても悲しいことです。あれ、この人大天使様と同じことを。しかしあなたたちと戦ってみて改めて教えられました。たとえ生まれた世界は異なっても心は一つになれるということ。その心を忘れなければこれから訪れるであろう様々な試練も必ずや乗り切ることができるでしょう。あの中ボスがまともなこと言ってますよ。うん、何かよからぬことを企んでいるに違いあるまい。お前は何者なのだ。私はただの通りすがりのビューティー男爵ですよ。
さらばです。結局何だったのか。さあ、中ボスさんなりに私たちを励ましてくれたんじゃないですか。正しいライバルとはそういうものだ。ライバルの友情ってなんて美しいものなのかしら。お前たち、どういう脳みそしてたらそんなに都合の良い解釈ができるのだ。大天使様、大天使様、展開始まって以来の緊急事態にございまする。今日はまた一段と騒がしいね。何事だい。はあ、反逆者フロンが悪魔の軍勢を率いてこの展開に攻め込んでまいりました。とうとう来たか。悪魔どもを迎え撃つ準備はできております。天使兵の指揮はこの天使長ブルカノにお任せいただきますぞ。わかった、お前に任せよう。ただし彼らを傷つけぬよう捉えるんだ。いいね。ははっ。捉えろだと。バカバカしい。どさくさに紛れて奴らをぶっ殺してくれるわ。私が神となる時は近い。その時こそ唯一神ブルカノによる絶対平和が全世界にもたらされるのだ。ターゲットを確認。これより任務を遂行する。ふん、こいつらが天使か。ええ、私の先輩たちです。先輩ね。でも喜びの再会って雰囲気じゃなさそうだね。反逆者フロンよ、天使長ブルカノ様の命により、お前を排除する。待ってください、私は反逆なんてしてません。ブルカノ様の誤解です。却下。我々はお前が反逆者だと聞いている、故に排除する。お願いします、大天使様に会わせてください。却下。そのような命令は受けている。反逆者フロンとその仲間を排除せよ。そんな。フロン、話しても無駄だ。そうそう、こんな頭の高い連中何言っても聞きゃしないって。でも私、天使様と戦うなんて。お前の決意はその程度のものだったのか。今さら泣きを入れるぐらいなら初めから来るな。ラハールちゃん、そんな言い方しなくても。そうだぞ、女の子を泣かすやつは地球勇者であるこの私が。いいんです、ラハールさんの言う通りですから。私も覚悟はしていたつもりでした。けど、いざ現実になってみると、その覚悟が濁ってしまって。こんなことじゃ、ダメですよね。ごめんなさい。私、もう迷いません。ありがとう、ラハールさん。余計な世話を焼かせるな。これ以上迷惑かけるような。俺様は帰るからな。は
さっさとこの邪魔者どもをぶっ飛ばすぞ。はい。その言葉、我々に対する抵抗と判断。天使兵第三部隊はこれより反逆者鎮圧のため実力行使に入る。同等だ。天使の実力を見せてもらおうか。始まりましたか。我々の役目ももうすぐ終わりですね。ええ、彼らには無理をさせてしまいました。何の理由も告げずに。いずれ我々には天罰が下るでしょう。私などすでに天罰を受けていますよ。しかしおかげで彼らに未来を託す決断ができたのですから、感謝しなくてはね。果たして彼らはこの試練を乗り越えられるでしょうか。わかりません。あとは彼ら次第です。
断じて死ね。断じて
久しいな、クロ。ブルカノ様。で、まさかこいつも天使なの？嘘でしょ？どっから見ても悪党面じゃない。うん、天使にしておくにはもったいないほどの悪党面だな。黙らっしゃい。この神々しい顔に対したてまつり、悪党面とは無礼千万。反逆者フロ、悪魔を率い天界に攻め入るとは言語道断なり。しかも罪のない兵士兵たちを傷つけるとは、その罪万死に値する。天使長ブルカノの名にかけてお前たち全員を処刑してくれるわ。待ってください、ブルカノ様。私は大天使様にお聞きしたいことがあるだけなのです。黙れ、反逆者め。口を聞くのも汚らわしいわ。ブルカノ様、どうして私が反逆者なのですか？とぼけるでない。悪魔どもに取り、天界を支配戦としていることは宣告承知。おまけに頭の悪い地球勇者を騙して味方につけるとは見下げ果てたやつよ。本来天使の役目は悪の根源たる悪魔どもを排除し、無力なる人間どもを導くことにある。その役目を捨てて下劣な悪魔に組するとは許しがたい所業なり。おい、お前、さっきから何様のつもりだ。待ってください、私に任せてください。ブルカノ様、あなたは悲しい人ですね。何？あなたは悪魔を悪、人間は無力と決めつけ、自分だけが正しいと思っている。でも私は知っています。素敵な心を持った悪魔がいることを、勇気にあふれた人間がいることを。そのことを知らず、ただ偏見に満ちた考えで物事を判断するあなたは哀れです。本当の、それはブルカノ様、あなたの心にあるのではないですか。な、よく言った。褒めて使わすぞ、フロン。ほんと、胸がすっきりしたわ。やるじゃん、見直したわよ、フロンちゃん。ピロピロピロ、サンツで完結です。うん、君にも地球勇者魂が芽生えたようだな。今日から君も地球勇者だ。おのれ、私の心に悪があるだと。そんなことはない。私は正しいことをしているのだ。今それを証明してやるぞ。お前たちの死をもってな。やれ、天使兵よ。こやつらを皆殺しにするのだ。
行きます。
おかしい。え、何がです？これだけ騒ぎになっているのに大天使が出てこないのはおかしくないか？確かに。もし大天使が事件に関係ないなら、クロンちゃんを助けに来るはずよね。そうね、黙認しているってことはやっぱり。皆さんの言いたいことはよくわかります。でも私は大天使様を信じます。最後まで。お前も相当頑固なやつだな。それも愛とやらなのか？そうです。尊敬する大天使様を最後まで信じ抜くという愛です。やれやれ、困ったアイマニアだな。まあ大天使を信用するつもりはないけど、フロンちゃんがそこまで言うならも
もう少し付き合ってあげてもいいかな。エトナさん。そうね、私もフロンちゃんを信じてついていくわ。私もだ。君の愛を信じて共に行こう。ピロピロピロ、サツテもついていきます。ジェニバーさん、ゴードンさん、サーズデイさん。まったくお前たちはどこまでお人よしなんだ。呆れて物も言え。あれ、じゃあ殿下は帰るんですか。バカ者、ここまで来て大天使の面を拝まずに帰れるものか。俺様は一人でも行くぞ。ラハールさん、皆さんありがとう。この戦いの果てにどんな結末が待っているにせよ、私は重い罰を受けることに。でも後悔はしていません。こんな素敵な仲間に巡り会えたのですから。
だが、We'll be right back.
What?